はい、毎度オリバーでございます、今日は3月11日の火曜日です、今日もねまた、先週の火曜日に引き続き、火曜日は雨の1日でございました。まあ今日はそんな雨の1日やったんですけども、朝から、ちょっと現場に行って現場に行きまして、で、鳥羽の方からね、船の設計士さんをお招きして、ちょっと、船の改造した船の、検査の打ち合わせ等々がありまして、そんなこんなで、午前中は現場の方に出ておりました。で、まあ、帰ってきてからねまた明日の現場の準備とかそんなことをして、過ごしてたんですけども、またみかんです今日も。でそのね設計士さんがお土産にみかんをくれたんですよ。このみかんはね瀬戸かっていう新種のみかんです。でその設計士さんの先生がなんか、山を持ってらっしゃって、でみかん畑を持ってらっしゃって、でそこであの作ってるかなんか、そういったことで、いただきました。で瀬戸かっていうねみかん初めて聞いたんです僕で、まあ、めっちゃ甘いから食べてみー言うてねいただいたんですけれども、調べました。調べたらなんとこれ柑橘の大トロって呼ばれてるみかんらしいんですよ。大トロでもとにかく糖度がすごく高くて、美味しいみかんやっていうことでね、なんか東京の百貨店とかやったら1個1000円以上で売られてたりとかする、品種らしくてね、でまだまだ生産量も少なくて、まあ、愛媛とか和歌山とかねそういったところでよく作られてるんですけれども、まあこれは南伊勢産の南伊勢市南伊勢町は分からへんけど、なんせ南伊勢の、お山で採れた、みかんやということで、聞いておりますんでね、また今日早速ね食べてみたいと思います。この間のねあの春見は、まあ、何個か食べてから、動画撮ったんですけど、今回ね今日食べるんこれ初めてです。瀬戸か早速ね剥いていきたいんですけども、そのね先生が言うにはこみかんってこう剥くじゃないですか。このデベソのとこからねこう剥いていくんですけども、2の、みかんの剥き方はこのお尻のところをブチュってやって、で割って食べてくださいって言ってました。難しいんですよねこれねその先生も力の入れ具合が難しいよって言って言ってましたけど、まあなんとか剥けました。半分に割れましたね。でこれなんでかっていうと、このへそのとこからね、指を入れて剥くとなんか身に傷がいくみたいでね、で2の人はこうやってお尻からね、手を入れて、でお尻でこう身がね分かれてるのでちょっと空洞になってるんで、そこに、指を突っ込んで皮を割ってね、剥いたら剥けるからって言って、それが2の食べ方らしいです。まあみかんの生産者の、ね、方が言ってるんで間違いないと思うんですけど、はい、こんな実ですね。こんな実です。結構ねこれも一個一個の粒々がでかくてパンパンに入ってます。で中の薄皮はね薄くてね食べやすそうですね。じゃあ早速、柑橘の大トロ瀬とか食べてみたいと思います。甘っ。これめっちゃ美味しいですわ。いやほんま糖度がね 13% ぐらいとか言って調べたら今書いてましたけど、めっちゃ甘い。あーうまい。これはうまい。もう濃厚なオレンジジュース、濃厚なオレンジジュースですよ。うわこんな甘いみかん初めて食べた。すごい甘さ。へえ、瀬戸かすごいね。うわこれ薄いからもうちょっとこのままいきますね。うん、甘い、めちゃくちゃ甘い。これ
1個1000円な、分かりますわ、瀬戸か。まあ今日はね、これをいただいたんですよ。で、食べてみって言ってね、言われてね。まあこの間の春見も、和歌山のね、春見もうまかったんですけどね、これもまた負けてない、それ以上にうまい。ね、みかんです、これ。これもね、この間紹介した、春見と一緒で、清見っていうみかんとね、で、あと何やったかな、なんかね、外国のオレンジ系のね、みかん。何やったかな、アンコールっていう柑橘と、で、さらにマーコットっていう柑橘を掛け合わせて、できた、ものみたいですね。で、酸味はちょっと少なめです。食べた感じ。酸味より甘みがめっちゃ強い。酸味は、なんか、酸味は少ないですね。で、もうパンパンにみずみずしくね、詰まってるんでね、これは、うまい。さすが、1000円のおみかんですね。で、これネットで調べたらね、もちろんこのまま食べるのが美味しいんですけれども、あとなんかジュースにしたりとかね、ジャムにしたりとかね、そういった、食べ方も美味しいですよっていうふうに書いてました。で、ちょうどね、今がね、2月、3月が出荷のピークみたいでね、ほんまに今が旬で、タイミングでいただけたと思います。まあ今日はこれ、先生ありがとうございました。美味しくいただきたいと思います。あと何個かもあるんでね、また食べたいと思うんですけど、これ今半分食べただけでもまあまあお腹膨れましたね。多分1個食べたらいいおやつになると思います。ほんま美味しい。これやっぱりすごいですね、こういう品種改良のね、技術っていうのはやっぱ日本すごいなと思います。また、美味しいみかんいただいたらまた動画にしたいと思います。なんかみかん屋さんみたいになってきたけど、みかんめっちゃ好きなんでね。はい、まあ今日はこんな、みかんのお話でございました。また、よかったらチャンネル登録、から高評価等々、いただけたら嬉しいなと思います。また美味しいものがあればまた紹介したいと思いますんで、また、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。おきに、さよなら。